11月の4日、今朝8時です。今日の天気はね、うーん、まあ晴れ、晴れですね、ちょっとね、薄い雲は少しあるけど、まあ晴れ、そんな感じ、まあ、そんなに寒くは感じないですね。ただいまの気温は、あ15.5度、まあそんな感じですかね。 さて、えー、あれから1週間、どんな感じに変わったかね、えー、また見ていきたいと思います。まずはね、いつものように、パキフィゾおさんたちから。まあ、変わりませんね。<laughs> <laughs> ちっちゃいのもね、でもぷっくりはしてきたんだけどね、これ、ここの、これ、これ、これ。なんかぷっくりはしてるんだけどね、うん、まあ、ほぼ変わりませんね。 花ソ草さんも同じです。全く変わりません。そんでもって、金、え、城、ー、さん。こっちの方がね、前回つぼみだったやつが、こんな感じ。そんなに綺麗には咲いてない。つぼみ自体がちっちゃかったからね。うん。あと1個はね、あのー、取れちゃったんだけど、この鉢のやつのつぼみは取れたんだけど、こっちの鉢、下の方につぼみがあったんだね、これね。 これ見え、見えなかった私。わかんなかった。もうこれ終わりだね。うん。ちょっと前から咲いてたみたい。そんな感じです。咲いてましたね。つぼみありましたね。ちょっと、あ、ここにもあった。ほらほらほら、ちっちゃいのが。できてきてる、ここにほら。うん。こんな感じでね、咲いてましたね。それと、 まだ名前の分かってないバラさん。22年、昨年の秋に挿、えー、し木したやつだね。こんな感じになってます。それと、椿の大将軍さん。こっちの方もね、えー、以前変わらず、まあ、つぼみ自体はね、こんな感じにはなってるけど、うん、まあ、微妙に大きくなってんだろうね、たぶ、うん。この辺 どんぐりみたいねそれと立木のバラさんたち、えー、こちらなんですけども昨日あのご紹介しました新しい仲間今あのまだね明るい日陰、うん、こっちの方にね、えー、置いてありますまあ昼をねあの植え替えしたもんですから、えー、まだ太陽にちょっと当てることができなくて まあ2、3週間は多分ここに。うーん、もう2、3週間だからね。多分、そうだね。あとは咲かずに冬剪定みたいな。そんな感じになっちゃうのかな。うん、わかりませんけども。まあ、そんな感じだと思います。花までは咲かないと思います。えー、ブルームーン、えー、ハイブリッドティーローズ、こちらの方なんですけども。 新芽がね、所ころどころにあります。もうこんな感じで、ここにもあるんですけども。まあ、花咲くまではいかないと思います。この時期だと。まあ、こちらのあのー、地方はね、そんな感じかな。うん、まあ、ギリギリ、ギリギリひょっとしたら咲くかもしれないけども、まあ、どうかわかりません。あと、隣がブルーバイユー。 えー、こっちもね、超有名なあのー、品種だよね。これはフロリバンダローズ。こっちの方もね、新芽が結構出てます。ほら、ね、こっちにも、ここにもね、出てますね。うん、そんな感じです。あとその隣が、えー、センチメンタルっていう風な名前になってるんですけども、色はね、こんな感じ。フ いうのかなんて赤と白のグ,グラデーションっていうのかまあそんな感じのバラでこっちもね新芽がだいたい5センチ以上はもう伸びてるねうんうまくするとひょっとしたらまあ咲いちゃう可能性もねあるけどもまあどんな感じかね分かりませんそれとこちらの角にあるのがね えー、これも22年に挿し木したやつなんですけども、えー、こっちの方もなんとかねうーん咲いてくれかなと思ったんだけどねでもねあれから一気に1 0ンチぐらいあれから1 0ンチぐらいは伸びてるんだよねこのぐらいだったんだろねひょっとしたらね咲いてくれるかなと思って期待はしてるんだけどつぼみらしい感じじゃないんだよな うんちょっとつぼみらしい感じではないね。うん、じゃあその隣、えー、からね、ちょっと順にね、一、えー、個ずつおろしていきます。ではまず一番最初。濃いピンクのバラヒロコホットショート3世さん。こっちの方がね、あの、前回、あのー、半開き、半開きというかね、ほぼ先、咲いてたんだけどね。 もうちょっとと思いましてそのまましたらもうね完全に開いちゃいましたこれ今回枚数少なかったねこれねこの枚数少ない時とね枚数が多い時壁の枚数が多い時のね色々なんだよねこれちょっと少ないねこれはね今日剪定しますそれと、えー、上にあったの4つのつぼみ、えー、真ん中の一番大きいのがねこんな感じで咲き始まってます あと周りのやつがここ大きいよねこんな感じだから本当に大きいですよつぼみうんあとこちらの一番端につぼみが1個ついてましてこんな感じこれはあ下はつぼみじゃないよねあこれ1個だねこんな感じのつぼみついてますあと新芽がね23週間前に剪定したやつだと思うんだけど 新芽がここにこうあるんだけどちょっとつぼみらしい感じじゃないねうんではね剪定の方ね始めたいと思います何センチぐらい伸びたのかなどこかどっからあここかそうだね1 5六6センチぐらいねえー、上でね咲きましたねえー、っとねどこで切ようか ここかなこれうんまあこんな感じでしょうかねここで剪定しますかねはいあ,ありがとうそれとねちょっと葉っぱの黄色いのは23悪いのがこんな感じであるからこの手ちょっと切っとこうかねせっかくだから こんんななもんかなまあ悪いといえば悪いんだけどねもうねこれもちょっとね嫌な感じの黒いのがあるからどうしようかこれ切っても仕方ないんだけどね多分、まあ、こんな感じでしょうかねうんまあ下の方はねかなり年数年数で <laughs> かなり日数がねこの葉っぱの日数が経つからね いまいちかもしれないけどもまあこんなもんでしょうあとこれもブラインドになってるなこれ切っちゃおうかこんな感じかなうんいいと思いますそれとその隣、えー、濃いピンクのバラヒロコホットショット4世さん2鉢です こっちの方はね、えー、右側が前回、えー、剪定してまして、今はね、つぼみありませんね、もうね。新芽もちょこっとしか本当に出てない状態です。あともう一つの方、こっちの方はね、前回あのー、半分こう開き始まってきた、えー、花がね、すごいいい感じで咲いてます。ほら、こんなでかいんですよ。これ、2個。 いい感じだね。香りは香りもいいよ、多分。あ、<laughs> いい香りしてる。いい香りしてる。<laughs> すごいいい香りしてます。うん。あともう一個のつぼみがね、ここまで。でっかいよね、これ。うーん。このホットショットさんはね、すごいいい花咲かしてくれます。あ、で、余談ですけども。 このホットショットさん、えー、実はね、あのー、妻がね、あのー、なんだ、あそこはヨーク、近くのね、ヨークベニマル。で、あの、切り花、うんあのー、いつもね、買い物の帰り見てたんですけども、切り花を見て、匂い感だろうね、すごいいい匂いだったそうです、これ。そんでね、もう 喜びさんで、それ、2本ぐらいかな。あともう1本別な色のやつ買ったと思うんだけど、えー、3本ぐらい買ってきましてう、私は家にいたんだけど、もう喜んでね、なんかね、あの、私に言うんですよ。すごいいい香りのバラあったよ、ということで、うん。そのバラをね、なんかすぐにね、もう、花をいけるとかそういうんじゃなくて、すぐもうバチバチ切りまして、挿、えー、し木に、えー、して、 一本だけ育ったのかなそれがねあのー、まず一番最初のバラだったんですけども、えー、それが育って、えー、まあ花を咲かせてみたいなそんな感じでやってて、えー、次、あのあ、ー、妻がちょっと病気で他界、えー、しましてその後私がそれ,それを使ってええー 差し木をしましをまたがその挿し木をしたのがこのホットショット3世なんですよ。でその2世っていうのがね実は私枯らしちゃったんですね。うーん何でしょうねバラを枯らすのっていうのは多分ないと思うんだけどねそのバラを枯らしちゃいましてうん,そんで作っといた3世1個だけ残って今に繋がってるんですね。 うんまあ余談です,ですけどもね、まあ、そんな経緯がありましてもうこのバラはね大切に、えー、もう歴代こう残していきたいので、えー、子孫をね作っています今はねホットショット5世さんになりますこれがひょっとしてホットショットだとすると、えー、これホットショット6世さんになるわけですけどもちょっとまだ今んとこまだ花咲いてないのでね え何かわかりませんが、えー、そんな感じで、えー、つなげてます。すごいいい香りのバラです。あのー、今回、えー、今日はね、これは剪定しません。うん、もうちょっとね、えー、のバーっと開いてくれるんでね、もうちょっとあのー、咲かしておきます。 で多分2、3日後、でも今寒いからな、えー、まあ4日ぐらいしたら多分満開になると思うんで、その時点で剪定してまた花瓶にね、入れたいかなと思ってます。ちなみに、先々週の採択図がね、まだ花瓶にあの入ってます。少しダランとなってきたんで、もう終わりかなと思いますけども。 んでも2週間ぐらいはね、えー、そのままね、えー、維持してるんであとは花瓶にこれも、えー、2つ入れておきたいと思います楽しみますではその隣濃いピンクのバラ広子ホットショット5世さん2鉢です前回あのー、こっち最低剪定しましたんでこちらはねえー、つぼみがありません新芽がこのぐらい 3mm ぐらい伸びたかないい締め出てるねうんこんな感じになってますもう一鉢の方がね、えー、今ね満開ですもう終わりですねこれね今日これね剪定しますまあまだ綺麗になってるからうんこれはね花瓶にちょっとね、えー、刺してあげたいかなと思ってますあと葉っぱちょっとあんまり良くないからねこれだけ1枚切っておこうかなと思ってます じゃあ、ね、えー、っと早速剪定しちゃいますねまずこの葉っぱがちょっときれ汚いよね相当汚いのこの黒いのがねうまくないねこうなっちゃうんだけどねどうしてもね葉っぱだねうんじゃあ、えー、剪定しますね、えー、葉っぱ折れてるな何センチぐらい伸びてるんだこれあ結構伸びて咲いてるの3 0ンチぐらい 3 0ンチぐらいで、えー、咲いてましてどこにある芽ここら辺だねこれここここここどっちから切ったらいいかこうかここにありましたこここんな感じで剪定しまーすはいありがとう きれいに咲いたね、うん、あとはね、えー、つぼみがないからねもうさすがに今年はこれ無理かな、うん、また来年剪定して冬の剪定してまた来年っていうそんな感じになるかもしれませんねはいお疲れ様でしたありがとうございます、えー、その隣 薄いピンクのバラヒロコ三世さん、えー、こっちの方はねあの前回全部咲き終わったから全然何もなかったねつぼみとかね、うん、まあおろしてみたらあないんだそういう場みたいなまあ新芽の方もほぼほぼほぼ伸びてないからあのこういった悪い葉っぱうんあ取れちゃったねやっぱりねこういった悪い葉っぱをね少しおろしておいて、うん んで持って、えー、終了にします、うん、まあ下ろしてみないとねちょっとわかんないよねこの枯れ葉がね、うん、やっぱ目指すんだよね下ろしてみるとこうやってみるとそれとその隣ロマンティックアンティーク4世、えー、さんこっちがね あの前回、あの、たくで悪かった、あの、虫に食われてた、あの、葉っぱなん、あの、花なんですけども、今、ほら、綺麗に満開になってます。香りもね、ちょっと抜けちゃったけどね。やっぱ、ここら辺が黄色いうちはね、結構にいい香りするんだけどね。こうなると、もう満開も過ぎちゃったんでね。香りがちょっと落ちてますけども、まあ、いい感じになってます。それと、えー、っと、こっち。 あのちっちゃいつぼみ、あのちっちゃかったつぼみがね、ここまで大きくなってます。これは虫に食われたんだね、これね。うん。あとは真ん中、えー、真ん中の鉢はね、つぼみがここまでいい感じで大きくなってます。あとはちょっと2、3ね、この黄色い葉っぱ、あんま良くないのがあるから、これは今から落とします。一番端のもう一個の鉢、こっちは前々回かな、剪定したのね。 新芽の方はね、ほぼ、ほぼ、ちょっとね、うん、伸びてはいない。そんな感じになってます。もうギリギリなんですよ、これ。もう、下に。ああ、ついてるかつかないかぐらい。これ。そんな感じでね、えー、咲いてます。で、今日これ剪定です。剪定箇所がね、ええー、と、ずいぶん伸びた。なんか50センチぐらいじゃないここ。こ、ここからね、えー 伸びてねここで5 0ンチ以上ありそうな感じということでねもうここら辺かその上でねバッサリ切っちゃいたいと思いますじゃあ切っちゃいますか剪定しますかうんもう多分ちょっと冬剪定になっちゃうと思うからねうんもう短く切ってもいいと思うんだけど、まあ、葉っぱちょうどあんまり良くないのもあるなここが葉っぱいいんだよね本当はねだからここで 切切りたいんだけど、ここでっっちゃっても仕方ないんでね。もう上の方で切っちゃいますその上から切ろうかあの新芽っちゅうかねちっちゃい新芽がこうついてんだけどそうあるとこで切った方がいいねうんここで切ようかその下でここで切っちゃいますかこんな感じでうんいいねはいありがとういい感じで咲いてくれた 周りはね虫に食われたけどねこれでも中の方まで食われてなかったからねつぼみ飛んなかったんだけどよかったね綺麗になってました、えー、ではねその隣、えー、ロマンティックアンティークサンセ世さん二鉢こっちの方がねあの前回、えー、もうかなり、えー、開いてました、えー、つぼみこちらの鉢もうね満開になっちゃいましたね あんまり綺麗には咲いてないけどねうんまあこんな感じで今日剪定ですそれともう一つの方の鉢の方がね上のつぼみがここら辺まで開き始まってますいい感じだね虫に食われてないし下のつぼみがここまでこれもいい感じでね、えー、咲き始めてますあとは多分ね23週間前に2週間ぐらい前かな剪定したやつ花子剪定えー、こ,こ の新芽がねこんな感じ出てますね 4mm ぐらい、えー、いい感じでね、えー、出してますいいねいい感じですじゃあねこっち剪定しますねだいたい2 0センチちょっとぐらい、えー、で咲いてましてまあここらへんかなうんこんな感じのとこで剪定でいいと思いますここで剪定しまーす はい、ありがとう。いい感じでね咲いてくれましたね。うん。綺麗ですよ、結構。えー、それと、えー、その隣、えー、あるのはね、あのー、口なしのアナさん、こちらです。前回ね、あの、黄色い葉っぱは結構取ったつもりだったんですけどね、えー、また2、3ね、黄色い葉っぱが出てきてます。 結構取ったんだけどねまあ時期が落ちる時期だから仕方ないのかもしれませんけどねえー、それと、えー、一番端にあるのがケ弁ソウさんこれはねもう花の方も完全に終わりましてだんだんね葉っぱの方がねこんな感じで黄色くなってきますこれまだまだあのー、下の方まで黄色くなってないので下の方まで黄色くなった時点で ジギア剪定、えー、したいと思いますほら、これ去年おととしのジギア剪定などですこんな感じでねジギア剪定しますそしたらね、えー、こちら側に来まして、えー、クレマチスさんたち、えー、一番端がねプリンセスダイアナさん大口さん白前、えー、さん鉄星さんありまして えー、今ねもう時期がもう終わりの時期なんでまあ仕方ないんですけどもプリンセスダイナさんはね1回ぐらいしかつ,つけなかったかな咲かなかったかなうんロウグチさんはね2回ぐらいかな、うん、まあこれはね1回次業剪定してますからねまあ仕方ないんですけども、えー、それから出たのがねこれつぼみ少し大きくなったかなどうだろう分かんないくらい うんあとここにもあるんですけどねこれつぼみ2個微妙に大きくなったかなんないかなんか同じぐらいかなでもでもねこっちが少し大きいような気がするんだよね大きくなったような気がするな、うん、本んに微妙だよね、うん、そんでもってその隣ええー、白前さんと鉄線さんはね えー、枝を伸ばしただけつるを伸ばしただけでしたねうん咲くまではいきませんでしたそんな感じですまあ鉄線さんの方なんかもう少しねこう葉っぱがね枯れ始まってるよねこれもう終わりになるとねこういうになってきますそしたらまた陣屋から剪定ですこれがね昨年その前と、えー、陣屋ア剪定してきた後ですねこれ こんな感じですではねえー、いつものように一旦部屋の中に、えー、行きたいと思います、えー、さて、えー、部屋の中来ました、えー、あれからねちょっと場所買いしてますなんか日焼けしたのかなと思いましてカーテンあのー、閉めてすっと遮光しようかなと思ってね場所買いしちゃったんですけどもまああのー クリスマスオブのの車高を上からしたからね。まあ別に一概しなくてもよかったかなと。まあまあこれはこれで、えー、このままいっちゃいます、えー。そんでもってね、えー、あれから、えー、はね、えー、と、一番こっちから行くか。パキラさんがね、相変わらずね、葉っぱ随分落,落としちゃいまして、もうね、これしかないです、葉っぱ。 うん、やっぱこれ日焼けだと思うよな多分ん日焼けだと思いますね多分、まあ、こんな感じです、えー、ちっちゃい方もねいまいち元気がないあとモンストラさんこっちはね、まあ、相変わらず変わりない状態になってますそれと、えー、アボカドさんアボカドさんもね、えー、なんかこう葉っぱがいまいちになったねこれで、ね これ一回水切りさせたからだね、多分ね。うん、まあこんな感じ。あとね、えー、サンスベリアさん。あれからまたね、これ。あれからまたね、10センチ以上が伸びてます。うん。20センチ近く伸びてんじゃないかな。すごいね。そんな感じになってます。うん。ちょっとパキラさんがね、危ういね。うん。でもこれ新しい。 新しい目はね、焼けてないんだよね、これ。ほらこ。これ、これ新しい目はね、見えてないか。はい、これ。新しい目はね、焼けてないんですよ。だからね、多分うん日焼けかなぁとは思うんですけどね。ダメになったわけじゃないと思うんですけどね。じゃあね、えー、またね、えー、バルコニーの方に戻ります。 難しいねなんかえではね、えー、部屋の方からまたバルコニーの方に戻ってきましたじゃあ最後はねクリスマスソールさんですさて残念なことにねえ2、ー、本これもあるんだけどなんこれはちょっと危ないな2本、うん、しか残りませんでした その残りも一本はこんな感じだちっちゃいやつ。めっちゃちっちゃいやつ。うんもう一本はね、多分ここまで、えー、来てるから多分大丈夫かなと思うんですけども、そんな感じです。うん、わかりませんね、本当にね。難しいね。結構あったんだけどね、な、何個、何本あったのかな ?10 本ぐらいは、えー、植えたんですけどもね。 今回はほんとちょっとね、暑さにも負けちゃったのかもね。かなり暑かったね、今年はね。うん、遮光するのがね、遅かった。そんな感じですかね。あ、ちなみにね、遮光ネット、今、こんな感じです。ここから遮光してます。上の鉢もね、全部遮光してます。うん、まあ、昨日あたりも結構26、7度ぐらいまで行ったみたいなんで、 昨日あたりもね、ちょっとやばいなと思って、遮光ネットね、つけました、こんな感じで。今はここで丸めてますけども。まあ、来年からはね、こんな感じで遮光ネットうんしたいと思います。まあ、もうちょっとしたらね、あの取っちゃいますけどね、取るというか、車高はしませんけどね。まあ、ちょっと天気のいい日は、車高しておこうかなと思ってます。 そしたら、えー、余談を挟みまして、えー、次こちら、えー、昨年の、えー、春かなに発芽した2年目、えー、のこちらの方のね、えー、クリスマスローズさんがねこんな感じになってますこれが一番育ったねあとはこっちこれもちょっとやばそう,うんまあでも多分 これは多分大丈夫だと思うんだけどな。こんな感じになってます。あとはあのー、これ、えー、今年あのー、採取した種ね、えー、まあ、まあ、現状あのー、乾かないように、えー、してるだけですけども。それとこちら、えー、友人からいただいたこれも昨年あの発芽したやつですね。2年目になるのかな。 そうだだよよねね2年目だよ、ねえー、こちらの方はねまあ割といい感じで葉っぱがね出てきてるのが多いです。うん、ダメなのもあるけどねこのカもダメだね、うん、こんな感じでね、えー、育ってます。育ちのいいやつはね結構育つんだけどね、うん、そこら辺の差がね結構あるみたいですね。 それと、えー、その上に来まして、えー、3年目のクリスマスローズさん。こっちもね、新芽が結構出始まりまして、こんな感じ。うん、これは全部新芽だね。結構上の方まで立ち上がってるから、いい感じで、えー、なってるけど、これはちょっと花咲かないかもね。うん、あともう一つ白。これも全部新芽です。こんな感じ。それと、 4年目のクリスマスマローさんがこっちですこれも全部新芽すごい数のいい,いい感じになってる根っこがほら根っこがいいよね,、うん、ね全然この色がねそれとこっちはね新芽つぼみはないよな新芽だよななんかこれつぼみっぽいなこれつぼみじゃないですかあつぼみですねこれ 出ましたつぼみありましたねこれこれ葉っぱ上の方のやつちょっと切っとこうかなこれ悪い葉っぱ切っとこうかあのつぼみが出始まった頃にはねいつも私ね切っちゃうんですよザ,ザクザクっとこんな感じでこれもあんまいい葉っぱじゃねえおろしちゃうこんな感じでねいつも切ってます邪魔になる葉っぱ はね切っておいた方がいいから、これもいまいちこんな感じにしようか。うん、つぼみですね、これね、完全に。イエローフラッシュさん、つぼみ出ましたね、ついに。4年目のクリスマスウォーズさん。あとはつぼみないよね。あとはつぼみないよな、そんな感じがする。あと、隣。 えー、5年目のクリスマスオーズさん、えー、3鉢なんですけども3種類1鉢はね、えー、株分けしてるんで全部で4鉢になってます糸、えー、ピコティさんは相変わらず染みが出てきてないなうんあとこれこれがね、えー、ダブルピンクブロッチさんがね花芽ほらもうつぼみやってますこれつぼみですねこれつぼみ 出てきました色がほらこここにもあるこれつぼみですいい感じでつぼみ出てきたねついにうーんそれとそれと株分けしたのがこっちこの2鉢、えー、ダブルホワイトさんこれ株分けしまして、えー、まだね、えー 新,あの葉っぱ新しい葉っぱはね、出てきてるんですけども、うん、あのつぼみらしいのはね、ちょっと真、ね、ん、まあ、中にあるのつぼみかなそんな感じもするけどこんな感じになってますもう一つの鉢がねこっちこっちもね、えー、新芽がね、いっぱい出てきてますこんな感じです 感じで出てきてきいいねそれともう15年以上いるクリスマスソードさん、えー、シングルピンクさんがね危うかったんだけどね新芽がこう出てきたんでねなんとかねあ大丈夫だと思って、えー、安心してますそれとシングルピンクスポットさんこっちはね、えーえー、今年の春もね咲いてくれたから 多分ね、まあ咲くかどうかは分からないけど、これ、でも、これ、これ、これ、ハサミの先、これね、多分花芽だと思いますよ。うん。ね、育ってきましたね。こんな感じになってます。さて、えー、あれから1週間ですね。えー、こんな感じでね、えー、育ってます。この後また1週間ね、どんな感じに育っていくかね。 えー、楽しみですこのあとね、えー、画像何枚かありますのでそちらの方をお送りします今回もご視聴ありがとうございましたさて空はこんな感じちょっと薄い雲がねあるよねただ日中になったらね多分この雲なくなると思いますよ、うん うちはね、小鳥のさえずりがねあ,あるから聞こえるからねいい感じだよね常に聞こえてますこの竹やぶの影はね仙台市内ですから、えー、あるからねこの竹やぶがあるからビルは見えませんけども竹やぶなかったらねあのビルがガーッと見えますんで。 いい場所です